はい、エビちゃん、皆さん、お疲れ様です。ということで、金曜日のね、J の動画に引き続き、ぶち上げ企画、第2弾ということで、今回は、俺の TOT はぶち上げ、ちょっと忘れてましたけど、あ、自己紹介、エビプールです。よろしくお願いします。はい。アグさん。アグです。お願いします。はいです。はい、です。はい、お願いします。はい、お願いします。まあ、普通に、まあ、俺の TOTY ってことで、ちょっとみんなで TOTY を選んで、まあ、わちゃわちゃ、マイベスト11を3人で作ろうみたいな感じなので、まあ、ほんと、わちゃわちゃラジオ感覚で聞いてもらってもよしだしっていう感じで。俺のっていうよりは、俺たちの TOTY みたいな。いや、俺のだ。俺のにしました。みんなで選ぶってよりも、もう各個人で選ぶって感じで。で、ちょっとみんなにちょっと言っときたいのが、みんなっていうか、視聴者のみんなに言いたいのが、ちょっと、俺の編集技術じゃちょっと Google 使って顔を一緒にっていうのがちょっと難しかったからしっかりしてくださいもうあすいませんだから FC24 の画面を使ってやっていこうと思ってるのでよろしくお願いします。はい、じゃあ早速、はい、やりましょう。ブチブチあげあげたいたいはい、ということでね、キーパーからやっていきたいと思います。アリソン、はい、手足提言、オブラク、メニャン、シチェスニー、これ全部一人でこれ揃えてたんだ。そう、すごいな。めんどくさい。使ったことに、じゃあこれミッドフィルダーもバーッていいのね。そうだからで余りました。ミッドフィルダー多すぎて。でなるほど、サンバ、エデルソンっていう感じで、ちょっとサンバだけ分かんないんだけど、分かる？俺全然知らない。いや、俺プレー見たことない。そう、なんかすごい活躍はしてるらしい。あ、そうなんだ。サンバーで見たか。何言ってんの？え、知らないお前。呼び方。え、知らない。んサンバ。知らないマジで。生まれてるです。ああ、そうなの。そうなの。知らんかったそれは。サンバーって言ってます彼。はい。言ってたな。じゃあこの画面でやっていきたいと思います。まず俺からね。はい。はい、俺はさすがにアリソンだと思います。まあや。まあまあ、まあ、うるさいうるさい。まず、喋らせて。ああ、いやいや、ああ、そういう感じでいく？どういう感じだと思ったの？はい、どうぞ。何ですか？いや、まあ、パパって選んでいくのかなって思っちゃう。遅刻したのにうるせえな。あ、やべ。いや、お前準備遅いくせえうるせえな。あ、すいません。まあ、まあ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 、アリソンに関してはね、今年は、もう1年通して、すごすぎた、正直。うん。正直、ね、アリソンがいなかったら、間違いなくリバプールは厳しい。リアルの方でも。リアルは。やばい、本当に。1対1になっても、ほぼ止めるし。反射神経。ありきのハイラインみたいなとこもあるし。いや、そうそうそう。本当そこがめちゃくちゃ、なんだろう。なんか、結構難しいシュートも簡単に止めるっていうか、なんか、さみたいな。すみたいな感じで。なんか、はい、はい、みたいな。余裕でーすみたいな印象があって。で、まあ。の力強いよな。いや、強い。めっちゃ強いと思う。あと、ポジショニングもめっちゃいいし。唯一ちょっとね、今年、というか、今シーズン、キック精度だけが、シティ戦もさ、滑っちゃってさ、失点したじゃん、確か。なんか、シティ戦よくあるよね、あれ。そうそうそう。2シーズン前なら、コロナ禍の。ああ、あったね。あったよ。あったあった。っていうミスは結構あるけど、まあ、やっぱり1年通したら、アリソンになるかなと思って、俺は、アリソンです。はい。じゃあ上から順に、じゃあ次 J。 はい、その流れ的にアリソン選ぶなら俺言っていい？はいよ。ここは決まってるし、はい、やっぱファン同士として、まあ俺はもうエデルソンだね。あ、サンバね。そうなるなら。なるほどね。サンバじゃねえよマルトさんだけだろよエデルソンね。はいはいはい、まあまあまあ、まあ、ここはまあシティファンとして。そうそう、だからリバプールファンのエビがアリソンなら俺はもうアリソン、あ、エデルソンですって言おうとしたの、うん、はいはいはい、そういう流れなんですけど、はいはい、さっき言おうとしたのは、うん、まあ、じゃあ僕の番でもう早いな。いや、喋りたいならいいよ、喋って。いいよ、エルソンの良さを。言うて、まあ、正直なところ、実力とか実績というか、その活躍で選ぶならアリソンですね、自分も。ただ、やっぱここは、俺の TOTY なんでね。はい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 、そうだね。やっぱここはシティファンとしたら、やっぱり3冠達成しましたし。そうね、まあ、やっぱシティのね、3冠達成したチームは正ゴールキーパーということで、まあ、タイトル数とかでやっぱアリソンよりも全然エデルソンの方があると思うし、うん、はい、まあそこは兼ねて、エデルソンかな。ただたまにちょっとセービング、
キックはねもちろん言わずもがないですけど、うん、そうだね、テーピングのところに若干不満はねあるんで、実力的にはまあちょっとアリソンにはテーピングに関しては劣るかなと思うけど、まあそれでもまあ愛ですね、ここは。今回の俺のテーマ愛なんで、俺のテーマ、はい、なあ、オッケーオッケーオッケー、はい、愛でいいか、はい、じゃあエデルス、はい、じゃあ最後 J、 はい、僕はチョンソンリョン選手です、ね、いやいないんだよね、いないんだよ、いないんだよいない、え、なん、え、いない、え、そのあれでノミネートされてる選手のみで選ぶあ、いないか、え、す、いや、すごかったけど天皇杯知らない、高い、知らない天皇杯、天皇杯は、そう、確かにすごかったね、世界にバレてないか、すげえ止めてたね、あとチョンソンリョンで、すごい試合だったんだけど、ね、1対1止めてたね、ノミネートされてないか、細谷の、さすがにされてなかったね、うん、あ、まあここはエデルソンっすかね、あ、へえ、そうなんだ、エデルソン、まあ、チャンピオンズリーグですよね、優勝しまして、はいはいはい、まあそのやっぱゴールキーパーといったところで、うん、適当に選んでるお前らが、なんかどうでもよくなったでしょ俺それを言いたかっただけ、チョンソンリョンのくだりを作りたかったけ、ああなるほどね、じゃあまあまあ、まあ、いや言うてだって、うん、まあテアとかもちろんいいと思うけど、うん、まあ、アリソンが一番、うん、まあでもアリソンに関してはもちろんなんか FIFA 的にはなんか評価が低いなというか、なんかおもちゃ枠になってるじゃん、なんか、まあ確かにアリソンさ、はい、90やらかし、90でよくない、もうそもそもレートアリソンもっと強くていいと思うんで、なんかやらかし具合、レートで言えば90ぐらいは、ね、クルトワと同等でいいよね、だからクルトワいないけど今回、まあ、怪我してるからだろうけど、そうそうそう、はいはい、確かにクルトワいないね、うん、そうか、怪我してる、そう、まあエデルソン、エデルソンで、エデルソンでゴールキーパーは、はい、OK です、はい、じゃあ次は、ディフェンダー部門やっていきたいと思います、はい、ということで次はディフェンダーです、まあ上から順にマルキーニョス、まあ、ディマルコ、インテルすごかったからね、でフリンポン、ルーベン・ディアス、ストーンズ、ダンテ、グリマルド、サリバ、まあ、アーノルド、ファンダイク、クラウス、あとはキム・ミンジェ、フンメルス、マジでなんでマルティネス・クワルタが入ってるのか本当にわからない、本当にわからない、今シーズンのは活躍してるんじゃない、開脚者も来てたし、あ、まあ確かに、まあ、フィオレンティーナね、した選手が、うん、来る、確かにビオラは調子いいから多分そういった意味でも選ばれたのかもね、で、あとブレーメル、テオエルナンデス、ディロレンゾ、オタメンディ、クンデ、ヘス、まさかのヘススナバス活躍してるんですかね、あとガヤっていう、なんかこの辺はん、ん、なんか全然リーガ見てないからさ、ちょっとわかんない部分ではある、ジェズス、セビジャめちゃくちゃ調子悪いけど、うん、いや、そうそうそうなんだよね、だやっとこの間勝ったみたいな、まあ見たけど、なんか、うん、ちょっと疑問があるんですよね、正直、なんで、まあ本当俺プレミアしか見ないかわからない、いや俺もわかんないけど、カイル・ウォーカーなんでいないんだろうっていう、ウォーカーマジでなんでいないのなんかさ、TOTY だけ本当に嫌われてんだよ、ウォーカー、去年もさ、あ、そう、確かに確かに、一昨年もウォーカー入ってていいのに、うん、なんでハキミなんっていう、いや、まあ、ハキミもいないじゃん、思ったけど。ハキミいつ特集来るんですかね、あれハキミいないの、これ俺のミス、ね、あれ確かにハキミいないんだ今年、いや選択肢なかった気がする、これもあの投票のやつで、あ、本当、ワールドカップでね、あんだけ活躍して、まあ、いつも選ばれる、ワールドカップでも期間外じゃない、1月か1月までだから、いや、まあまあそれはもちろんそうなんだけど、あ、そっか、なんかワールドカップの活躍も入れたいよね、ぶっちゃけ入れてあげたいね、メッシ、メッシとかもそうだし、今シーズンの冬の移籍市場までとかにしたらいいのにね、そうね、ね、ね、わかるわって感じで、ディフェンダーはこんな感じなんですけど、じゃあ次 J から行く、 J から行きますか、そうだね、 J から、まず RB、 RB だ、もう4枚いっていい、まあ、なんでもいいや、もう好き、もうこの中で選んでください、まあ右はアーノルドで、右はまあアーノルド、はいはい、まあなんか守備結構やばかった時期あったとは思うんですけど、あ、そうだね、いろいろなコンバートというか役割変わりって結構生きたかなっていうので、
アーノルドを選びたいなと思います。はい、センターバック、まずルベン・ディアスですかね。ルーベン、はい、ここは外せない気はします。やっぱチャンピオンズリーグ、まあ、やっぱレオザさんですね、はい、やっぱ好きな好きなチームシュワーボだもんね。さあ、センターバックが大事とやっぱおっしゃってました。チャンピオンズリーグ取るにはコマンダーね、コマンダー、コマンダーといったところで、まあ、やっぱこの、はい、ルベン・ディアス結構良かったんじゃないかなと、攻守とビルドアップの部分で。ではここでちょっとストーンズ選びたいっちゃ選びたいんですけど、まあ、これはちょっとサリバ、はい、あ、うんうん、やっぱりアーセナル、うん、そうだね、存在感で言えばね、そうだったよね、サリバずっといるいないでめちゃくちゃ変わるからだな、うん、怪我してからさ、去年調子悪くなったもんね、アーセナル。まあ、っていったところでサリバ、まあ、この選手はやっぱ守備関わらずビルドアップのところも優秀だと思いますのでいいと思いました。はい、左ちょっとどうだ、俺左はまあ結構いないんだよね、左な、まあちょっとおしゃれにディマルコあ、まあまあまあ適当だろ、グリマルドで、グリマルド、グリマルド、はいはいはい、やっぱこれリアルで、まあ、レバークーゼンブンデスめっちゃ追ってたわけじゃないですけど、まあ、その追ってない中でもこのグリマルドっていう名前がめちゃくちゃ、まあ、GOT ダブルもね、今作2回来てるし、そうだよ、2回来てるしね、めちゃくちゃなんかすげえっていう、まあ、やっぱそれでも耳に入ってきたんで、試合見てなくてこんだけ活躍聞いてるから相当なんだろうな、そうだね、そうそうそう、というところで、まあ、左サイドバックグリマルド選びたいなと思います。はい、じゃあこの4人だね、はい、まあまあいい感じのメンツやね、そうですね、はい、じゃあ次アグです。はい、まあ俺これね最初も言ったけど、この企画撮るってやる前にツイッターに投稿しちゃったからさ、はいはいはい、はい、もう知ってる人は知ってるかもしんないけど、うん、まあ、まず右サイドバック、はい、ナバス、え、ああ、はい、アイ、アイ、ああ、そういうことか、アイね、はい、いましたから、ね、シティに、アイだね、最近シティファンになった方は知らないかもしれないですけど、いたんすよ、ナバス、アイだね、15番つけて、うん、はい、で、RCB ストーンズで、ああ、ストーンズね、はい、はい、LCB ディアス、まあそうだよね、で、LB にオタメンディ、アイだねー。これもうってんな、すげえな、ちゃんとシティなんですよ。ディフェンス4枚の時に、え、ディアスとストーンズ以外誰かいるかなって投票なのビャーって見てたら、あ、ナボスいるじゃん、はいはい、LB いないけど、え、もう1枚シティ誰か在籍した選手いないかなって思ったら、最後ら辺にオタメンディいたからさちょうどいいじゃんと思ってまあ並びはね、別に、まあ、どうでもいいんですけど、はい、ここはもう愛で、まあ、オタメンディね、シティってか、シティからだ出てからめちゃくちゃ活躍しだしたよね。はい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 。シティにいた時もまあ別にすごかった時もあればすごくない時もあったんだけど、多分やらかしたりする時もあったけど、なんかシティ出てからベンフィカにずっといたんで、なんか一個あ、ベンフィカ、ベンフィカ、ベンフィカだった、ベンフィカだっけ、うん、ですごいし、だって今ねアルゼンチンのセンターバックも今ずっとオタメンディだしさ、あれからずっとあれ、ロメロオタメンディとかだ、ロメロオタメンディでずっと、だからこの年でずっとこの活躍、もうペペみたいな存在になりつつあるし、あ、まあそうだね、うん、そう、同じベンヒカかな、しかもベンヒカの先輩ペペポルトじゃない、あ、ペペポルトか、うん、あ、そうか、ペペポルトだ、まあ、ネクストペペ枠としてね、今後も末永く活躍してほしいなと思いますし、何歳これちょっと 見づらいと思うんだけど、88年だから 36だね、来月で6だね、ちょうど、やばいよ、お前の5個上だよ、エビの、元気だね、マジで、おさめるのはなんかシティの時は結構やらかすっていうか、イメージはあるけど、ビルドアップでちょっと頑張っちゃってやらかすみたいな、そうそうそう、そういうイメージあったけど、ただね、まあ頑張ってほしいし、まあ、ディアスは今シーズンは若干うんっていう試合もあるけど、うん、まあ、昨シーズンは本当にナンバーワンだったかなっていう、大工もその大工よりも全然、今シーズンは大工の方が活
躍してる印象ある。昨シーズンで言うのはディアスが圧倒的だったし、ストーンズもね、あのコンバートで見せ CB でもう一躍、そうだね、ストーンズすごかったね去年巻き返し、うん、こんな、なんか怪我してる選手っていうイメージしかないストーンズが巻き返しで活躍した、うん、ナバスにとってはもうただのシティ枠っていう、はい、なるほど、別に試合も見れてないんですけど、だから好きでした、うん、本当に目が青いんですよね、ナバス超かっこいい。ああそうだね、で縦にね貫通するやつだと思う、縦しか縦に貫通してく選手だよね。で無理やりリップドパスね、そうそうそう、無理やり抜き切ってない状態でリップドパス、ウィリアンっぽいよね、あの抜き方っていうか、あキャッチ前にもうボールさえ体からちょっと前に出して、フォアキンとかそっちっぽいよね、フォアキンとかもそういうなんかもう縦貫通する人だったから、貫通ってあれだけど。じゃあそんな感じで、あとはシティ、シティだね。はいですね。はい、エビさん。はい、俺はまず右はまあもちろん、はい、やっぱり、まあまあまあ、やっぱ守備軽視してもやっぱ一撃必殺がすごすぎた、はい、うん、本当に。で、まあ、右はやっぱり、まあ、中盤になってからも今賞賛の声の方が多くなってるよね。なんか今ね頑張ってるんよね、うん、すごく。一時期やばかったよ、なんか叩かれ方っていう。去年の、偽サイドバックをやる前はやばかったね。なんかやる気がなかったんよね。なんか、戻んないみたいな。ジョグしてるみたいなシーンがめっちゃあって。調子も歩いてたもんね。マジずっと歩いてる。そう。だからそれがやっぱり、はっってなってたけど、最近はなんか、副キャプテンになったのかな、確か。今年からかな、確か。副キャプテンにもなって、それでなんか自覚が芽生えたのか、わかんないけど。なんかすごい頑張るようになって。まあまあ。キック精度はちょっと異次元だからね、どう考えても、うん、世界一だと思うから、まあ、アーノルドは外せないかな、ここでアーノルドで、はい、まあ、センターバックはやっぱりこれは、まあ、ファンダイク、まあ正直ね、今年はすごい、今シーズンは、うん、先シーズンはちょっと凄みが消えてて、もう終わったのかな、あ、そう、ムムム感は正直あったんだけど、ちょっと今シーズンは本当に復活したね。確かほとんどのスタッツ一番じゃなかったっけな、今年。競り合いとかも多分。取ってるしな。うん。取ってるし。っていうことで、まあちょっと1年通したら、うんって感じだけど、まあ、やっぱリバプールサポーターとしては、ファンダイクですかね。はい、はい、はいはいはい。で、はい、センターバックはサリバ。うん。やっぱり、サリバしかいないね、今年は。やっぱり1年通して、ずっとやっぱあのアーセナルが、調子崩した時も、うん、やっぱサリバいなくなってからだし、なんか 足速くて余裕があるんだよね、なんか足元上手いから。ディアスじゃないんだみんな。これ愛抜きにしてもディアスは入るかな。ディアスはいや入れたい、入れたかったけど、あ、てかバムに入れたか、ディアス入れてた、入れた、2人は入れてた。ディアスサリバ、まあシティアンチなんでね。まあね、そうだよな。シティ大っ嫌いなんで。ペッパンチ、ペッパンチ。ペッパンチ。ピアンチでもペッパンチでしょ。シティじゃなくてペッパンチ。バルサとレアルどっちが好きって聞いたらどっちですか？レアルですよ。あ、だよな。それはそうよ。まあ、やっぱ、まあ、でも、ディアスは入れたいけど CL とかも取ってしね。本当は大工じゃなくてディアスっていうのは分かるけど、まあ、これは相手ということで、はい。で、サリバはやっぱ、アーセナルから入れたいじゃん。去年の、あの、感じとか今年の感じ。サリバはね、まあ、俺も愛抜きにしたらサリバとディアスかな俺も。ってことで、うん、サリバです。はい、ワイサリバとか来たら強そうだ、ね。強そうだね。いや今年は強いね。うん、マジわからんよな今年の。わからん、わからん。左は、はい、グリマルドです。はい、まあそうだね。まあやっぱり、まあ そもそもあのシャビアロンソがさレバークゼン監督になってから。まあ、今年も含めてめちゃくちゃ調子いいし、まあ、だからレバクゼ追ってるんよ、実は。結構試合も全部は見れてないよ、もちろん。あのアベマで無料の時とか、前回のボーフムかな、浅野とやった時のボーフム戦とか見たり、まあ、あとハイライトは全部見てて、レバクゼのハイライトだけは。まあ、やっぱすごい、グリマルドは。なんか今シーズン、いろいろな5大リーグ全部、なんかいろいろ面白いよね、順位的にも。うん、本当に。なんかバイエルンとかが一強のリーグ言われてたブンデスもなんかめっちゃあれだし、うん、セリエもなんか結構引っ越してるし、まあ、あとリーガもジローナがね今年はすごいし、そうそうそう、でプレミアももうシティグループ、ね、10位ぐらいまではシティグループ、シティグループ、ジローナね、マジでやだ
賞賛してる。独立しようとしてますからね、今もう強すぎて CL 権取っちゃったっていう。そうだね。あ、そっか、そうだ。そうそう。で、プレミア、プレミアで10位ぐらいまでもうめちゃくちゃ混戦だし。今、サッカー熱いね。熱いね。うん。うん、あ、で、で、まあ、グリマルドに関しては実は3バックだからさ、ウィングバックなんだよね。実はあーだ4バックではない。LWB で来てるまで毎回。そうそうそう。あのレバークーゼンが3-5-3-4-3かな ?3-4-3 だからさ。3-5-2か。ちょっと違うからさ。まあ、ちょっとあれなんだけど。まあ、今年、サイドバック、ウィングバックで7ゴール6アシストとかだからさ。まあやっぱり。で去年もシャビアロスになってから2月ぐらいかな。から調子上げてきたから、まあ、1年通して。まあ、グリマルドはベンフィカだったけど。もともとウィンガーの選手だっけグリマルド。バルサの時サイバじゃない？わかんない。サイバだっけ？サイバだったと思う。なんかネクストジョルディアルバってずっと言われてた。あ、言われてたね。で、なんかベンフィカでも去年なんだかんだ CL ベスト8まで行ってるし、グリマルドは。S も来てなかったっけ、グリマルド。S 来てた、来てた。ってことで、まあ、やっぱり、グリマルドは1年通して活躍してたと思うから。今後も楽しみですね、楽しみだね。もう年だけど結構。27とかだっけ？ああ、年なんだ。そう、意外と。20ね。8か今年でもう今8だね今年で9だねかもう、うん、あもうそんないってんだ俺27ぐらいのイメージだったいや結構年いってるんよねネクストアルバと言われ続けてずっとなんかもうベンフィカに7-8年なんかめっちゃ長くいたからそれでなんかあれだったけど、ね、最後のなんかビッグクラブ行くなら最後みたいな年だったからまあビッグクラブ、うん、レバークーゼン、まあ、なんか、まあ、シティとか行くんじゃないですか知らんすけどバルサ戻るのが一番硬いけどね。なんか。まあね。うん。はい。って感じです。はい、じゃあ次は、ミッドフィルダー。ミッドフィルダー。やっていきましょう。はい。多いぞ。多いよ。はい。ってことで、次はミッドフィルダーになります。ビルツじゃねえわ。ジャカか、これ。ジャカ。お、ジャカ。まあ、レバークゼンかね。で、ビルツ。で、ゴロビン。ジャカいたんだ。そう、ジャカいた。で、ゴロビン。まさかの、ゴロビンもちょっと、モナコ強いから選ばれたんかなって感じだけど。で、ロドリ、ブルーノ・ギマランエス、ボーウェンがミッドフィルダーなのよくわかんないけどね。で、デブライネ、ベルナルド、ウーデゴール、ミトマ、ライス、ムシアラ、ザネ、ブラント、グリフォ、バレラ、キエーザ、ラビオ、うん、マフレズ、セルゲイ、ペドリ、ギュンドガン、で、ジローナの、あれ、あれ、あれ、アレイクシス、あれ、あ、なんだっけ、アレイクス・ガルシアかな。で、すいません、ちょっとまだ、すいません、多すぎて。まだあんだ。はい、すいません、ちょっと多すぎるんで。多すぎる。すいません、これだけちょっと多すぎるんで。こんだけノミネートされてるんだ。まあ、いたんで。まあ、こっからね。あれか、ガナーズの、こう、そう、バルベルで。ベリンガー、そっか。そう、ベリンガーもいます。うわ、迷うな、これ。うわ、どうしよう。バルベルで、チュアメニ、ベリンガム、モドリッチ、クロス、はい、です。ってことで、今度アグからかな。アグエビジェイの順でやっていきたいと思うんですけど。はい、アグさん、まず自分は、ちょっと待ってね。まずはもう、まずはてかもう終盤だったら、あ、まあこうでしょ。まあまあまあこうでしょ。もう終わろう終わろう終わろう。もうこうでしょ。もうこうでしょ。はい。じゃあ終わろう。1だけ。RCM がデブで、そうそう、そっちですね。そっちが正解ですね。はい。まあ、それでしょ。じゃあデブから。でもこれさ、待って、これだけは、あえ抜きにしても、これでよくない？言うて。いや、俺は違うな。いや、まあ、わかるよ。J から始まる選手とかさ、うん、入れたい気持ちはわかるよ。ただ、通してだからね、昨シーズンも込みなら、あの、J から始まる選手もドルトムントですごかったから、うん、まあ、3冠取ってますからね、この終盤3枚で。まあそうだね、まあ、ゲームはいたけど、ね、去年はこの3人だと誰が一番すごいかった？ロドリ。いや、そうだよね。すごいよね。ロドリでしょ。これズルだよね。稼働率と、うん、あのスタッツで言ったらロドリじゃない。あ、スタッツそんなんの。あ、けど、いなかったらね、今4連敗とかしてたよね、確か。4連敗しました。いかに重要な、カルビー。やばいよね。早く、なんか、どうにか頑張ってくれって感じなんやけど。うん、あの、ロドリーはそうだね、いるいないでマジで変わる。まあ、デブに関しては、出るって、ずっとね、やっぱ稼働率で考えたらあれだけど。
でもレタシはやっぱりスーパーな活躍しかしないし、やっぱいないといないで全部いたらなみたいな試合は思うし、ね、早速アシストしてたしね、はい、あとなんかかっこよく、かっこいいよね今のデブ髪なんかあのイケオジになってきてない、そうかっこいいすげえ髪伸びてて、でもベルナルドに至ってはもうもうなんか一家に一台絶対欲しい、かゆいところにずっと手が届く選手というか、ほんと多分誰がどのサポーターもベルナルド嫌いな人いないと思うし、みんな欲しいんじゃない、ベルナルドに至っては感じですね。まあここも愛ですけど、愛抜きにしてもこの3枚来てくれたらマジで嬉しいなって感じ、はい、まあ、バイリー・ロドリーとかでペース90とかでこれやばい、やばそうだね、パワーショット絶対強い、パワーショットロブ立つとかパワーショット容赦なしとかで、そうだね、かなマジで来たらやばそうだね、はい以上です、はい、じゃあ俺かな、次はエビさんです、ね、僕はすいませんちょっとおデブは外します、やっぱりゴルム消さなくてはいいんじゃない、別に、いやあの入らない、反対側だからね、ああそういうこと、入らないんで、あ、はいはい、すいません、まあ柔道かな、まあ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 デブを外した理由はやっぱ、まあ、リバプールとさやっぱシティが試合しててもううざい、ベルナルドがとにかく、あその3枚で決定なの、はいこの3枚です、これはこの3枚だと思う、さすがにこの2人は外せないかな。やっぱやっててね、うざすぎる。ベルナルド本当にうざすぎる。毎回活躍されてる気がする、ベルナルドに。そうだね。あの、鬼キープとかもあったじゃん、一昨年か。やっぱプレス体勢えぐいんだよな。なんでベルナルドにシールドついてないのって思うもん、毎回。ついてないの、ね、プレス体勢。ついてないね。絶対シールドあるじゃん。シールドあるね。取れないもんね。絶対ある。うん、あとなんかこうはめてんのにさ、こいつがフリーロールで動いてフリーになってんだよねいつも。もう IQ 高すぎる。そうそう本当にそう、うん。これはなんかね、俺はシティアンチっすけど、さすがに認めざるを得ない。認めざるを得ないね。あすいませんなんかありがとうございます。俺は結構ガチめに選んでる。これは結構ガチめに選んでるからさ、俺は愛し。一生走れるしね。あそうそうそう。そうなのよ。まあ、来たら容赦なしプラスと。なんかテクドリプラスとかなのかな、まあ、でまあロドリはまあ本当はねいないんだよね、こう見るとこう見るとね、リバプールの選手ってノミネートはいないんだっけ、ませんね、中盤いないんだ、まあ、今シーズンはね、いやもうもういや25は来るかもしれない、直近の12月だけの12月末だけの遠藤さん、ああそうだね、遠藤さんだね、遠藤さん入りたいっすね、あとはまあ押したいのはビルツなんだけどね、俺はレバークーゼン今見てて見てるから、やっぱりビルツはまあ中盤って感じっていうよりももうザトップ下みたいな感じ、ロドリー早く戻してロドリー、あすいません、ビルツの話させてよもう怖いな、今年のだからもうシティズンはこういううるせんだよな本当にシティズンは自分語りがもううるさい、自分語りじゃないそこにいさせてほしいの、モロドリ一番には真ん中だ、あじゃあ戻し、あいや三笘さんはいいや日本人そこは日本人でまああとは柔道、はい、まあ柔道はねちょっとこの3ヶ月4ヶ月がやばすぎたじゃん、あまりにも手を出しない今やばすぎる、うん、トップ下でしょ、インパクトで言えばやばいよね、まずこんだけできると思わなかったよね、なんかこんだけ点取れると思わんかったよねそもそも、うん、何でもできてるよね柔道は、守備もできて攻撃もできてアシストも、それが背番号22番の意味でしょ、5番と8番と何番がの全部できるみたいな、あそういう意味でつけてんだベリンガム、そうそうそう、スタイプっていう、5番の仕事も6番も8番もみたいな、10番もできる選手っていう意味でなんか背番号22にしてたらしい、いやーもうやばいね、もうなんか完成形だよなミッドフィルダーマジ、うん、ちゃんと見てないけどマドリー、うん、唯一ベリンガムが良くないところっていうかな、パスが適当な時あるらしくて、なんかそこの変なロングパスして
良くない取られ方して知ってみたいな、結局自分で取り返すんだけどな、はいはい、それは見ました、あの CR 君で見ました、あCR 君のツイッターから、はい、CR 君ずっとね言ってるもんね、ツイートは。あの大会競技者のね方でね、知り合いでいるんですけど、 CR 君が、はい、いつもうるさいんですよね、あのエアルのこと、はい面白い、毎試合見てるからね、うん、はい、面白いあれ、はい、ってことで僕はこんな感じです、はい、で最後 J、 そうですね、まあやっぱりもう結構、うん、ロドリー、そしてデブとかベリンガとか、うん、まあそこもあれだなと思いますけど、まあやっぱ腕子、ここはあ、まあまあそれはそう、まあね、ここはね、それはそうだね、やっぱ半端なかったからな、誰外す、まあじゃあまずとりあえず右から順番に腕子で、まず腕子にしよう、うん、そうと、まあそうっすね、ジャカあージャカね、今、まあ、レバクーゼンでもね、まあ、いいもんね今、そうっすね、ガナーズであんだけね輝き取り戻すと思わなかったし、ね、いやそう、ちょっとやっぱ昨シーズンポジショニングが攻撃面高くなってゴールもできるみたいな、うん、ところでジャカこそあんなに点取れるみたいな、ね、あんな飛び出す役じゃなくて、そうそうそう、どっちかというとダイナモっていうかさ、もうほんとアバックみたいな感じだよね、そう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 、アンカータイプの選手だと思ってめちゃくちゃ飛び出してめっちゃ決めるやんみたいな、で、ね、ラストは三笘さんで、ここはフロンターレね、そうです、いいっすね、しかもフロンターレだし、いや、いいんだよ僕は言うな、そんなこと FIFA19 のチャンピオンズリーグでなんか名前J でやったら自分の ID 出ちゃってフロンターレそばでなんか出たんだよ、毎回毎回 J ターレ J ターレフロンターレ FIFA ってあのブライトンスミス実況に言われてんだよなフロンターレ FIFA みたいな、なんだそれ最初のねツイッターの名前 J ターレ J ターレ、あもういいんだよそこは、うん、まあ三笘さんはやっぱもう普通に活躍もやばいし、まあね、うん、でゴールもできてるし、まああとまあ、J リーグ僕自分がフロンターレ見てて初めてのデビュー戦、多分横浜 FC 戦だったか分かんないけど、おそらくそこで初めて見た時でもう衝撃だった、もうこの選手もうレベルが違いすぎて、あ 最初の段階から、そう、まあ、大学時代からもちろん見てた方はもうやばかったやばかったって言ってるんだけど、それから初めて見たのはそこで、もう生で見た、僕生じゃない普通にダゾーンで見て、はいはいはい、一発だったと思うんだけど、もう一人でスピード乗ってドリブル、もうハーフウェイラインぐらいから一人でも行っちゃってシュートまで打ってるからスピードもあるし、なんだこれって感じだったから、もうこの活躍でここまでノミネートされるまで、まあ、そりゃそうかっていう、はい、ところで、まあ、サクセスストーリーをね今見届けてきたわけね、まあまあでも途中からですけど僕はあもうすごいなっていうところと、はい次ジャカっすね、あのジャカについてはあのレオザさんがはいよく出てくるさ、わけわかってるって言ってた、わけわかってるあの情熱的じゃないですか、あそうだね、あのあれだよね、アルテタにさこう引き止められたやつおもろいよねジャカだけ逆方向で相手にぶち切れていって、おいおいやめろってアルテータが追ってくっていう。はいはい。ファッションだね。ファッション。ファッションだよね。けどただメンタルは弱いっておっしゃって。そうだね。そうだね。間違いない。俺にタイプ似てるなっていうのがあるんで。そこでも押したい。確かに。だからそう選びたいんですよ。うん、まあそこのなんかギャップというか矛盾がなんか上がってる時はねもう。何でも、もうやっちゃえみたいな感じだけど、うん、そう、押せるなっていうので冷静になった時、一緒みたいな好きなんすよね、で、まあ腕子、最後はもうここは、先ほど言った通り、はい、やっぱ大活躍、もう腕子ありきのアースナルといったところで、うん、まあキャプテンマーク巻いてましたよね、うん、そうですね、今キャプテンね、うん、で、もう中盤のビルドアップから、で、ミドルシュートから最後のアシストからもうすべてにおいてやばかったんで、これはもう選びたいなっていうので、はい選出しました。
左からの折り返しのなんかちょっとマイナス目のパスにインサイドで合わせる。ああ、絶対にや。うまいよね。もうあれ確定演出だってなるよね、最近の腕も。で、デブのクロスと同じぐらいだね、感覚的に。確定演出。デブが戻して、もう上げられるときに合わったみたいな。あ、そうそう。あれと同じ感覚になるよな。うん、なる。あそこで、あ、終わった。うん、はい。はい、この3人です。ミッドフィールダー以上です。結構アーセナル好きだね。アーセナル好きなんですよ、はい、僕、やっぱり。なんでアーセナル好きリョーザやっぱり。いや、それアルテタ、今推しなんで、僕は。あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、まあ、あの、はい、知り合いというか、FIFA ユーザーの方が、そのブナさん好きで、はい、いいんだよ、名前は。出すんだよ。よく聞くからさ。仲いいよ、はいはい、テルさんね、テルさん。テルさんが好きなんで、やっぱずっと応援してるところを見てて、影響受けて俺も一緒に見てるみたいな、はい、ところがあるの。はい、了解です。じゃあこんな感じで、最後、アタッカー行きたいと思います。はい、ってことで、最後は、アタッカーになります。一応ノミネートされてるのがオペンダ、コロムアニ、ペンダ、俺のケイン、イガイン、デンベレ、バペ、ソン・フンミン、ハーランド、グリーリッシュ、サラー、サカ、はい、ギラシ、マルティネス、今シーズン活躍してる選手多いな。やっぱ今シーズンメインなんじゃないかな、もしかしてね、この選出見たらね。で、レアオ、クバ、オシメン、メッシ、ベンゼマ、クリス。おお、ベンゼマ、クリス。クリズ、クリズマン。あ、モラ。モラタ。モラタ。この二人、もういいよね、今年、今シーズン。モラタ、ハットトリックしてたし。シーズン重視だな、めっちゃ。うん、ね。で、ビニー、で、タケ。で、あとすいません、あと二人一応いて、あの、ベラルディとジェラル・モレノいたんですけど、あんまちょっと、ちょっとよくわかんないから、ちょっとすいません。あのはい。わざわざ、あの後、調べるのあれなんで。はい、脱ぎました。はい、はいはい、ってことで、じゃあ俺からいきますか。はい、まあ、右ウィング、まあ、まあ、まあそうでしょう。はい、まあ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 、次は、はい、次は、はい、左は左まあ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 硬いな、うん、真ん中は真ん中やりたくねー、選びたくねえ、こいつ。真ん中、誰なの真ん中。真ん中、誰なの、また選びてえ。真ん中、誰なの真ん中。しゃあないよ。まあ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 。俺はね、愛じゃなくて無難な選出だから。うん、はいはいはい。まあじゃあ、まずさ。このテーマありますよね。まあ、サラから。まあ、サラはやっぱりね、ずっとすごいから。なんか、すごいな。なんか点取るし、調子悪いなって思っても。でなんかアシストしてるし、J の、ね、ケミストリーの動画でそのまま続けて撮ってるんですけど、これなんか撮られないとか言ってたじゃん、そうなんだよね。なんか貫通してるしみたいな、うん、リアルでもそうなんだよね。なんか気づいたら点取ってるし、うん、なんか貫通してんだよ。そうで、なんか結局今プレミアのゴールとアシストをどっちもだし、今なんだかんだね、14ゴール8アシストかな。でなんか怪我しちゃってるから、うん、でなんかやっぱサラーは年々こうプレミア最初来た時は体よりもスプリントタイプだったのがどんどん体強くなってって、で今じゃパスも出せてみたいな、なんかどんどん万能になってる感じがすごいのと、やっぱりあとはなんかトレーニングめっちゃ好きみたいで、サラーはなんか一番最初にトレーニング施設に来て一番最後に帰るみたいな。言うて年30超えててあの体維持してんのすごいからね。そう、食生活とかも超気にしてるらしいから、やばい。ロナウドじゃん。多分ロナウドリスペクトめちゃめちゃしてるよね。多分してる。感じるもん見てて。なんか犬鳴いてません、ね、大丈夫ですか。すいません、僕あの近所のね。近所のワンちゃんがこの時間になると絶対泣いちゃうんですよ。僕自分よくねこの時間に配信してて。うん、今日もワンちゃん泣いてますねって、ちょっと今ちょっと撮影時間ね、ちょうど5時過ぎなんです、うん、まあまあまあフォワードのね話をしたらワンちゃんも喜んでるっていうことだ。そうそう、サラーに、うん、サラが好きだ、好きなんですかね、多分サラ初おいおい危ない危ない。で次、ハーランド、まあここは正直、はい、まあケインか迷った。やっぱり今年バイエルンですごいし、ケインに関してはあのあと
去年あのスパーズで30点取ってんのかな、あのスパーズでめちゃくちゃ悪かったじゃん去年スパーズ、なのにめちゃくちゃ点取ってるから、今年のバイエルンでの活躍もすごいし、まあ、ケインでも良かったけどアシスト能力もあるし、ね、まあでもやっぱり ST レバだったっけ去年の前ってレバだったよね、なんかレバだった気がする、レバケインは S から人、ね、あのいろんな人の心を破壊、いろんな人の心を破壊してた、心を破壊してたそう、でまあハーランドはね今年は、まあ、なんかあんま良くないよね、決定的チャンス結構外してるって聞くんだけど、たまに決定力3になる時がある、あそうそうそうだそうだ、タイチがずっと言ってたんだ、あの決定力3今年はみたいな、ずっと言ってたわ、まあまあまあ、なんかなる時あるけど、ね、まあでも取ってるけどね、怪我あんだけしてて多分出場試合とゴール数で合わせたらほぼトントンになってるから言うてすごいけど、あ そ, うだ、そのレベルの選手になっちゃってるっていうことだよね、うん、メシロナとかその辺と、まあそのレベルだね、アーランドに関しては怪我だけだね、なんか怪我がずっと増えたりとかしなければ、最近またちょっとなんか元々が、うん、怪我体質だったからさ、そうそう、ドルトムントの時から結構筋肉やるじゃん、あの体でか、あの R9 みたいな感じで、 R9 と同じようなよ、そう身体能力すごすぎて、うん、体がついていけないから状態、まあけどまあすごいよねっていうことでハーランド、でまあ左はまあどこ行くんでしょうねこの人は、なんか最近またねレアルにまたなんかもう前何回やんじゃんって感じリバプールって言われてるけど、来るわけ、来るわけ、毎回リバプール、毎回そう、だからお母さんがリバプールサポーターだからさ、コップだから、通行人 A みたいな感じで通っていくよ、ね、お母さんがコップだから毎回そのネタをね言われるんよ、でなんか昔バペがリバプール好きだって言ってたから、それでわけないよね、いや給与形態壊れちゃうからさすがに、うん、取れないね、でなんか最近サウジが1兆円のオファーしたみたいなのも1兆円、そうそう1兆、1兆やば、まあ世界一のサッカー選手だからね、まあ、どう考えてもこいつが、うん、だからまあどうなのかな、いや俺は世界一だと思うよ、もう世界一はバペだと思ってるから、現状のナンバーワン、うん、もう何も言えないから、まあ、バペです、はい、それは以上です、はい、じゃあ次はアグで、はいはい、まあ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 真ん中は動かさないでくらいもらって、うんうん、で右は右誰だっけ、あそう、ここだけね、シティの選手が唯一いないポジションなんですよ、フォワード。ああ、確かに。はい。メッシー。だから、右ウィングが、いや、やっぱ我らが、竹内さん。まあまあまあ。ね、すごいもん、ね。今も愛、日本人愛っていうところで。うんうん、はい。すごいよ、でも、普通に。いや、すごいよ。すごいよ。いや、すごいよ。そうだよね。やばい、うん。やばいよ。めちゃめちゃすごいよ、うん、去年確か堂安さん来たんかな、あの特別賞で、あ来てたね、あ来てた、だから今年 Y に選ばれなくてもいいから特別賞でね来てくれたらなとは思うけど、うん、来るんじゃない、さすがに来るかな、ね、特に日本人枠で、うん、来てほしいけどね、まあもう普通に Y にも選ばれてほしいけど、うん、でまあ竹久さんで左がまあジャックですね、まあそうでしょう、じゃあ先番先番とこにせんの、はい、はい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 、時間大丈夫ですか、これ大丈夫です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 、もうちょっと切れそうなんです、まあ、大丈夫です、大丈夫です、え本当、あそっちか、そう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 、あと8分、はい、8分大丈夫だ、大丈夫です、はい、ごめん今のとこカットしといて、はいはい、でまあジャックなんですけど、まあ愛なのはあるんですけど、うん、あのこの昨シーズンから今シーズンにかけて得点力が上がったっていうところは評価してほしいな、やっぱシティ移籍してなかなかね結果出なくて、結果じゃない動きでねなんかまあ評価されてたけど、今シーズンは結果もね2試合連続ゴールしてとかしてますから、まあここは愛も込みでジャックかなと、はい、てかめちゃくちゃ思い入れあるんよジャックに関しては、俺ミラノあの40番つけてて、まだ出てきた時のデビュー戦から見てるからさ、確かデビュー戦があのヤヤトゥーレが独走ゴールした試合、はいはい、そうなんだ、はい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 、うん、デビュー戦、そうプレミアデビュー戦確かそれないよ、デビュー戦の時から見てて、でシティに来てで好きなアグエロの背番号10受け継いでっていう、めちゃくちゃデビュー当時から思い入れある選手だから、まあいつかね、TOTY 選ばれてほしいから、今シーズン選ばれたから、ね、
ぜひ選んでください、はい、お願いします。はい、はい、最後がオペンダかな俺のオペンダ。まあオペンダでもいいんやけど謎に好きになった今作マジで、あの TO、うん、RTTK か、 RTTK だね、うん、マジで足速いんよ。シティもやられてるしな、リアルでも、うん、足速すぎて、まあ、ただまあここはハーランドも、あ、うん、そうだね、そうね、ハーランドはまあハーランドは選ばれるでしょう。まあ選ばれるでしょう、うん、だって今年のバロンドールメッシじゃなくて俺ハーランドだと、あ、ずっと俺はね、うん、アーランドでいいと思ってた派だから、うん、まあ、ここはもうアーランドかな。まあ、いろんなアイス、はい、うん、はい、あざしたです。最後 J さん。はい、そうですね、僕が愛してるエボムアニは被害者いっぱいね、被害者いっぱい、エボムアニね、これはちょっとここぐらいはちょっと選ばないと、選ばれたいし、ちょっといただきを取ってほしいなっていうので輝く、まあ、リアルではね普通にめちゃくちゃ活躍してたしね、はい、うん、っていうのと、まあやっぱメッシ、ここはいや、バロンドーラ、バロンドーラだからね、バロンドーラ出してもちょっとやっぱえぐい、普通に MLS でメジャーリーグサッカーで、うん、それはエグいんだけど、 そのもうモチベーションとかそういったなんか人間性というか、はい、そこがやっぱ素晴らしいんだなっていうのが、素晴らしい素晴らしい、はい、そこですね、やっぱ。で最後はちょっとどうでしょうかね、まあエムバペはもうそれはそうなんだけど、ちょっと下いいっすか、下見せても、はいはい、クリス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 、イラシ、クリス、イラシ、オシム編とか全然あるけどね、いや活躍は、ね、って考えたらすごかった。クリスナンバーワンゴール数だからな、年間。そうだね、確かにクリスティアーノでやっぱここは来た、最後は嬉しい、嬉しいよ、いいね、それはクリスメッシいいね、ラスト、ラスト、いやこれは多分ラストだしね、前に来るとしたら、ね、そうだね、本当に、うん、まあやっぱこのメッシ、クリスティアーノはもうずっとTOTY もう外さない、そう、うん、FIFA も10何からずっとだったと思うし、そこの間に挟まれてるやっぱりボムアニが一番、そうだね絶対気まずい、絶対怒られてる絶対いいプレイできない、これに挟まれてる、ゴーと2人に挟まれてね、ボムアニ顔がもう緊張するでしょ、緊張してるもん、すでに固まってるね、エボムアニ。エボムアニじゃなくて、エボムアニって名前で覚えそうだ。まあ、そういった感じっすかね。はい。はい。ここがサクッと。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、こんな感じで、まあ、今、こっちかな。あ、こっちだ。こっちに今、僕は、僕の編集技術でなんとか出してると。俺はアイメイン思いますので、はい、まあみんな、 なんか個性あっておもろかったわ、なんか俺はめっちゃ無難に超なんかちゃんと選んでるし、 J は結構なんか、うん、ネタも込みつつ、うん、で愛も出しつつ、そうだね、うん、エボムアニもしつつ、ネタもジョイよ、愛もありつつ戦術ありつつエボムアニっていうね、なんか俳句みたいだよね、エボムアニ、俳句、短歌でもいいね、エボムアニ、最後はエボムアニ、最後はエボムアニで、アグはもうシティズン、愛ご利用しシティズンだねっていう感じで、惜しいって感じで、じゃないですか、うん、はい、はい、ということで、以上になります。一応ね、金曜日に J も動画出してて、アグは火曜日かな、はい、はい、火曜日に、またぶち上げ隊の動画を出していきたいと思ってますので、最後にね、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。お願いします。はい、じゃあお願いします、皆様、ありがとう、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ぶち、ぶち。タイ、タイ、あちを。間違えた。